はい、富坂バラ園さんにやってきましたね。あそこもバラ咲いとんな。もう通りがかりの向こうからちょっと見えとったからね、これね、ほらね、こっから入るんやろかな、向こうから出入り口って向こうにあったな。よいしょ、ねえ、すごいじゃないですかね、これあら、こっから入れるの。よいしょ、ここは無理、鍵かかった。出入り口って向こうありましたからね、ちょっと向こう行ってみましょう、ここは住宅建築中やしね、向こう側にもやっぱりまだ咲いてますわ、ね、よいしょ。ちょっとこの前ね、車何台かは止められそうなスペース、まあ田舎のとこやからあんまりまあ邪魔になれへんからね、ここらちょっと止めらしてもらって、お出入り口だったんですわね、あ入られへんね、鎖がこんじがらめに巻かれとんな、どっから入ったらいいやろ。はい、ちょっと止めますね。はい、ねこちらのいいご自宅がね、バラ園をやっておられる上の方にちょっとお聞きしたらね、でこれが先ほど言った道で、今車ね止めらせてもらった道ですから、でここちょっと進んできてもらって、こっち側に入ってきてもらって、まあこれピンポンピンポン鳴らして今ちょっといてはるみたいけど、なんか車はねえけどね、綺麗ね。でまあここちょっと門が開いてましたのでね、ここから入って自由に入っていいんやろね、解放されとるいうこと。昨日もなんか誰か来て分からへんから、あの上の方の家にねちょっと訪ねられたとか聞きましたけど、向こうからの出入り口は閉まっとったからね、まあ、上からは入れないけども、ここからの門は入れますからね、ここまでちょっと来てもらって、まあちょっとあのチャイム鳴らして戻られへんだらちょっとすいませんねけど、勝手に見たしょね、どうせバラ見に来はった人やから、でんでもよは思って出てきて、来られへんのかもしれんしね。相手しとったら大変やもんね、私らみたいな人間。綺麗に咲いてますわ。ね。めっちゃ種類ありますね。ちゃんとこうやってあずまやみたいに作っとってくれてね、まぁ、ちょっと日よけね。綺麗ですよね、これ。とかバラ園さんね、どないなってんねん、これこんな世話したねんな、みんな、ね、こういうバラ好きですわ、巻いてるやつね、すごい、なんかね、ただで見してもらったら悪いぐらいやけど、まあ、でもこれ用件取ったら取ったでまたねちゃんと管理せなあかんからね、これ、まあ、そういうのをもう銭湯気軽に楽しんでもらいたいというね、まあ善意あふれた人なんでしょう、多分ね。すごいわ、満開や。うん、またつぼみのやつも一部はありますけどね、このようにね。だけど、大体はもう、まあこの辺もつぼみあるのかな。はい、ねえ。あの、稲見バラ園さんもすごいけど、こちらも最高レベルでしょう、これ数はこっちの方が多いもんな、しかもこの花壇みたいにちゃんと作ってあるもんね、これ感心しますね。これはまだつぼみやね、ハチさんがな、すごい、ピンクのやつ綺麗じゃないですかね、え最高じゃないですか、
ねえ、こんなこれ、はい、動画途中で切れるのすいませんね。スマホのバッテリーの気温が上がりすぎてね、勝手に切れよるんですわ。冷やす方法ないんかなこれ。まあ、ちょっと大急ぎで撮りますわ。ゆっくり見てもらいたいけどね、バッテリーは待ってくれへんから。すごいわ。はい、上段をもう一回ね見てもらいますけど、このボタンの花もね、何回見ても綺麗ね。ピンク色のねローズが鮮やかですねこれ。さっきのゲートはね、そこはちょっと書いてしまってるからね、さっきの方向で、ね、上段の部分はこういう感じで、この今これ階段がありました、下段ね、下段。下段のバラも綺麗ですけどね、この建物、あ、クリスマスローズもちょっと最高だな。うん、ここはね、うん、上段がこっち側ね、先ほど見させていただきましたけど、これも綺麗ですよ。ね、言葉が出ないね。うさぎさんをな、はい、何度も動画がブチブチ切れて申し訳ないですね。今日ちょっと暑いからな。よいしょ、バッテリーがねもつもつと切れるんですよ、自動で。よいしょ、まあそんな感じですね。私の世話しない動画よりも皆さんがぜひいらしていただいてね、直接ご覧になられた方が絶対いいと思いますからね。はい、ならまあ今日はこういう感じでね、はい、そういう感じでね、またぜひいらしてみてください。チャンネル登録励みになりますので、またよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。